HBE300K 機動車は東日本旅客鉄道の観光用機動車。JR 東日本が開発した次世代型ハイブリッド機動車で JR 東日本では本系列以降ハイブリッド機動車については機械 200K のような従来の機から始まる形式称号に変えて HB- の記号を用いることとしている。2010年に長野地区 リゾートビューふるさとで運用が開始され、秋田地区、リゾート白神青池、青森地区、リゾートアスナロにも続いて導入された。2016年には、リゾート白神ブナ、2019年10月からは、新潟地区、カイリにも導入された。以下、ふるさと、アスナロ、ブナ、青池、カイリと略す。車体は大枠を除きステンレス材で構成した。 軽量ステンレス車体だが、先頭車の前頭部は普通構成となっている。車体構造はキハイイ2 0 0型を踏襲しており、側面からの衝撃に対する安全策として、車体構造の側構え体の縦方向の骨組みで、ある柱に、上部にある幕板の補強と屋根構え体の横方向の骨組みであるたるきの位置を合わせて、結合強度を向上させることにより、 車両の構え体にリング構造を多数設けることで衝撃荷重を受けた際の構造の変形量抑制を図っている。車体幅は 2920mm とし、腰部から下を絞った形状としている。先頭車の前面は非貫通で大きな一枚窓と下部の左右に HID ハロゲンシールドビーム各一頭ずつ、計4頭の全小頭が配置されているが、 帰りは、全小灯の形状が異なり、小型のヘッドランプ10灯を配した縦型の、ライトケースを左右に配置した形状に変更された。微灯は、赤色 LED で、窓状に、角形のものが2灯配置されている。先頭車は両形式とも変運転台である。側面は、先頭大箱くらい乗務員室扉の後方、展望スペース部分に 1800mm 幅。 HBE300K100 番台の半個室部分に 1200mm 幅、それ以外の客室部分に 950mm 幅の窓が配置されている。いずれも固定窓で角に R が付けられている。客用扉は3形式とも後くらい側に片側に、月開口幅 1010mm の片開き扉が1箇所あるが、 HBE301 型と HBE300KLA 番台には、後くらいつま面に、便所、洗面所が設置されているため後くらい、台車上にあるのに対し、その設備がない HBE302 型と HBE300K100 番台はつま面に接した、位置にある点が異なる。床面高さは、レール面から 1130mm としており、気配 E200 型と、 キハイ 130K と同じで、キハ 110K と比べて 45mm 低くなっている。青池は、在来の木灰 48K の青池編成のカラーイメージを踏襲し、日本海の水平線と青池を表す青色の濃淡と本系列の車両をイメージした銀色で再色される。ブナは、奥山清雪がデザインを手掛け、白上山地のブナの子たちが、 緑色のグラデーションによって表現されている。ふるさとは展望スペース部分に黄緑色、客室部分は下から上に向かって緑色と白色のグラデーションに彩色され、客室部分の裾に金色の帯を配している。これは長野県の県木である白樺の森の中を走り抜けるイメージである。アスナロはねぶたの情熱を表す赤。 下北半島の名の花を表す黄色、森林を表す緑色で再色される。海里は夕日と新雪のダイナミックな融合をイメージした、朱色と白のグラデーションで再色されており、側窓周りは黒が配されている。海里以外は、側外藩にリゾートハイブリッドトレーンのロゴが側面に入れられており、ブナのみ車端部に小さく、他は下部に大きく描かれている。 天井をモニタ一般席車内バリアフリー対策で通路部分の床面高さを下げている一方、展望に配慮して客席部分の床面は 130mm 高く取られている。h b e 3 0 0系1 0 0番台以外の車両に設置される一般客席は二人掛けのリクライニング付き回転式、クロスシートが 1200mm のシートピッチで配置されている。 なお、HBE301K の扉よりに、車椅子スペースバリアフリー対応設備が設けられている。室内天井には、全面展望映像の他に観光映像や、イベント用のカメラ映像を放映することができる17インチ、液晶モニターが設置されている。HBE300K100 番台の客席は9室の、半個室となっており、 客用扉の戸袋部分に車半準備室が設けられている。帰り編成にはサービス工場を図って電源用コンセントが設置されている。先頭大箱くらいの展望スペースは枕木方向に設けられた展望用座席のほかリゾートビューふるさとと、リゾート白髪、三船用の HBE301 型を除いてソファが配置されている。また、 HBE300KL 番台の前くらいには、リゾート白神青池の場合には、AV 機器を備えた、イベントスペースを、リゾート白神三船と、帰りについてはそれに加えて、売店を設けている。なお、リゾート白神三船については、展望スペースやオラホカウンタに木材を使用しており、車内にシンボルツリーを設けている。 帰り編成は食事サービスを提供する二人掛け四人掛けの座席を備えたダイニング車両となる。リゾート白上青池展望室側窓には2021年から窓と一体化した透過型ディスプレイ E モーションウィンドウが試験的に搭載されている。個室車内 HBE301 型にはイベント映像撮影用カメラが設置されている。トイレ、洗面所は 車椅子対応の洋式トイレと男子子用トイレ、洗面台がいずれも HBE301 型と HBE300 系霊板台に設置されている。なお、トイレの汚物処理は真空吸飲式である。四回路のミトリーズ HBE300 系が採用しているハイブリッドシステムはエンジンの動力を直接駆動力には使用せず発電機を回転させる。 電力用として使用され、発電機からの電力と搭載された、蓄電池の電力と組み合わせて、モーターを駆動する、シリーズハイブリッド方式と呼ばれるシステムであり、電車の技術が最大限に使用できるのが特徴である。システムを構成する、機器類は、エンジンとそれに直結した、発電機を持つ、エンジン発電機、主回路用蓄電池、主変換装置、 臨時駆動用のモーターで構成されており、立候時には、主回路用蓄電池からの電力、または、主回路用蓄電池とエンジン発電機からの両方の、電力を使用して、主変換装置に内蔵された、VVVF インバータ装置により、VVVF インバータ制御でモーターを駆動させる。制動時には、回生ブレーキにより、モーターから発生した電力を、 VVVF インバータ装置を介して、主回路用蓄電池に充電する。また、エンジン発電機の起動、または停止は、主回路用蓄電池の充電状態により、自動的に行われている。また、機械 E200 型と同様のエネルギー管理制御システムを搭載しており、各装置からの情報を集約して、最適な動作の指示を、各装置に行うことで、 エンジン発電機と最適な蓄電池の重放電の制御を行っている。エンジン発電機には、エンジンに DMF15HZBG 型直噴式、直列6気筒横形ディーゼルエンジン、発電機に DM113 型交流発電機を使用している。エンジンには、気筒内への燃料噴射方式を電子制御としたコモンレール式を採用して、 排気ガスの有害物質を低減させている。主回路用蓄電池には、出力密度が高く、軽量高出力の日立製作所製、メガバイト1系リチウムイオン電池が使用されており、1両、あたりの容量は1 5 2キロワットアワーである。また、蓄電池に不具合が発生した場合を考慮して、二軍構成として冗長性を持たせている。 主制御装置には CI20 系主変換装置を搭載しており、補機類とサービス用の電源装置である、静止系インバータと一体構成となっている。2両単位での給電を行うため、補助電源装置の容量を機械 E200 の50区場から70区場に容量を上げている。主電動機は機械 E200 型と同一の MT78 系誘導電動機を1両につき2個。 動力台車に装備している。車両の床下には、主変換装置、エンジン発電機、エンジンラジエーター、制御用蓄電池箱、ブレーキ制御装置を搭載しており、エンジン冷却性能向上のためエンジンラジエーターの大型化や静止系インバータの容量増加による、主変換装置の大型化が図られている。そのため、車両の屋上には、集中式冷房装置を挟んで、 前くらいに、主回路用蓄電池を2個、後くらいに、元空気ダメの一部が搭載されている。また、運用線区に海岸部が多く含まれることから、塩外対策として、ラジエーター、主回路用蓄電池の冷却風を、海側から取り込まないように配慮されており、床下、屋上機器の配置は形式によらず、編成内の機器の向きを揃えている。また、各社には、 補助電源で作動するメガヘルツ三千百二十五 c 六百 n 型電動空気圧縮機を搭載している。加速度は従来車との並結に備えてキハ四十軽相当の時速一点五キロメートル s とキハ百十軽とキハ e 二百軽系相当の時速二点三キロメートル s を切り替えることが可能である。なお、同じハイブリッドシステムを持つキハ e 二百型とは 並結運転ができる機能を有しており、実際に長野地区向け編成の試運転時に並結試験を行っている。ハイブリッドシステムとコモンレール式のエンジンの採用により、キハ40系と比べて燃料消費率10%削減、排気中の窒素酸化物の約60%削減、 駅停車中及び発車中の騒音を20デシベルから30デシベル削減できるようになった。車両が停車発車加速打行制度、停車するまでの車両の状態は以下の通りになる。台車は軸量式軸箱指示装置を備えたボルスタレス台車であり、機械200型で使用されているものの改良型である。一両あたり、 電動台車と付随台車を一台ずつ装備しており、HBE301 系 HBE300 型では、前くらいに動力台車の DT75A 型、後くらいに付随台車の TR260A 型を装備している。基礎ブレーキには、両車とも踏みずら片押し式のユニットブレーキとしている。以下の3形式4区分からなる。HBE301 型と、 HBE-302K の2両編成、または、先頭車両形式に、HBE-300K0 番台、100番台を1両ずつ、挟んだ4両編成となっている。電連,連付きなので、10連運行や多形式との連結も、可能で、2015年には、機械200型と並結した、状態で、営業運転が行われた。10連運行も、アスナロのみである。 長野地区では2010年の新州デスティネーションキャンペーン道を歩こう。新州に合わせ、ふるさと日本が運行を開始した。同年10月2日から、新越本線、篠ノ井線、大糸線の長野駅松本駅、南小谷駅間で運転された、快速、リゾートビューふるさとを川切りに、2010年11月には、10日、 松蕎麦祭り号として、飯山線にも入線した。快速、リゾートビューふるさとは、デスティネーションキャンペーン期間中はほぼ毎日、運行されていたが、終了後の2011年1月からは、土休日を、中心の運行とされている。また、秋田、青森地区では、2010年12月4日の、東北新幹線新青森駅延伸開業に、 伴う、ダイヤ改正に伴って、青池と、アスナロがそれぞれを追う本線、五能線と津軽線、大港線、青い森鉄道線で運行を開始した。2014年2月には、山田線宮古駅まで、三陸宮古号として初入線を果たし、2017年12月9日にも、同線へ、団体旅行専用の臨時快速、おいしい山田線号として運行。 2018年9月15日からは引退した検事の公認として臨時快速三陸トレイン宮古で本格運行もされている。2016年の青森県函館デスティネーションキャンペーンではブナが7月16日より営業運転を開始したほかリゾートアスナロ編成も株島応援号として運行され八戸仙座名駅まで入線している。 なお、リゾートしら紙に導入された車両は青池、ブナ編成ともにキハ40軽改造の同面編成の置き換え用であり、従来の編成は、クルージングトレインとクルーズ船利用者送迎用に転用されたが、車両をトラブルや検査時にダイソー使用されることがある。新潟地区では2019年の新潟県省内ディスティネーションキャンペーンに合わせて登場し、 同年10月5日より、帰りという愛称で、新潟駅、酒田駅間で運行を開始した。これに伴い、キラキラ、上越は2019年9月29日をもって、通常運行を終了した。2020年4月には、ブナを使用したツアー列車が八高線で運行される予定だったが、最高中止となった。ありがとうございます。